とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。今回のタワーですね、23階の報酬で、これを取ると、結構楽になるよっていうのを教えてもらいました。弓って大体、コグクロスボウを使ってたんだけども、これ、爆発のクロスボウ。これを装備するといい感じみたいなんだよね。確かにエンチャント素晴らしいね。長弾と、マルチショット入ってます。まあ、今回のタワー、矢が結構余るのよ。矢はすごい余る。なので、ここで爆発のクロスボウにしていっても全然いいんじゃないでしょうか。これね、弾数が少ないので、かなり使いにくいんだけども、今回のタワーはいいんじゃない？183発。あ、これぐらいあれば、まあ、十分じゃないでしょうか。まあ、とにかくマルチショットで、バスバスやればいいのね。で、長弾も2入る。お、いい感じ、いい感じ。いきましょう。あー、気持ちいいね。気持ちいいね。うん。うまい感じで、使っていける。わー、すごいすごいすごい。すっげー爆発する。いや、このね、弓は、結構ね、思い出があるんだよね。昔あのハープクロスボウがすごい流行ってた時、ほんと発売からちょっとした時よ、それぐらいの時にハープクロスボウがすごい流行ってたんだよね。これが最強みたいな感じで。でも俺はこの爆発をかなり押して使ってたんだけども、これを思い出すね。ファイアボルトスロアをめちゃめちゃ使ってたもんね。やっぱ強いわ。これ矢がね、ほんとすごいたくさん必要っていうだけで、威力はとんでもないからね。素晴らしい。あ、面白い面白い。まあ、今回は矢が結構余るんで、すごく使っていきやすいと思います。次、これボスも余裕、そうね、密着した状態で打ち込めばだいぶダメージいくんじゃない？あ、いくわ。わあ、すごいすごいすごい。いくいく。これはダメージいきます。オッケー、いいんじゃない？ロイヤルガードも瞬殺できるんで。あ、いいね。おお、これ爆発やわ、これ。取るべきかもしんない。ああ、強い強い。確かに、爽快感が違う。終わりか。あー、なるほどね。いいですよ。いいよ。まあ、この先、パワーアップはできないんだけども、いや、十分十分。これぐらいのパワーがあれば、全然最後まで使っていけますね。オッケーオッケー。はいはい、いくよ。確かに、敵がすごい多いところとかあるもんね。25階とか特に多かったりしたんだけど、そういうところで使うといいね。うまいことマルチショットが発動した時がもう一気に倒せるんで気持ちいい。 OK。 まあ、発動しないことも多々あるけど、まあ、それでも全然 OK。 よっしゃ、いいね。16階クリア。次、ボーンクラブは絶対いる。はい。ボーンクラブにはちょっと入れときましょう。でも爆発にもね、長弾とか入れていきたいので、これでいきましょうか。OK。ここも問題ないでしょう。で、ボスがちょっと楽しみやね。密着して、どれぐらいダメージを出せるのか、ちょっとそれが楽しみです。いや、マルチショット発動すれば相当いくよ。でも、マルチショットの発動率は、40%。40% あれば。全然発動するっしょ。OK。終わり？あ、違う、まだいた。OK、OK。今回はね、結構、そこまで難易度高くないので、次回はもうちょっと高くしてほしいかな。で、15分ぐらいでクリアできるようにしてくれれば、もう最高ですね。次、
ね。オッケーオッケー。やっぱタワーではこのボーンクラブ、これタワーの相性がいいわ。すごい使いやすい。行け。下にはいないね。終わりかな。あ、まだか。意外と出る。しゃ、いいね。周りも同時にね倒していけるっていうのが強みだよね。よし。あ、いた。おお、まだ？どこだ？何それ。ジオマンサーのあの壁だった。はい、次。あ、でここね、ここ結構敵多くてめんどくさいんだけども、そうか、ここ結構これで楽勝になるわ。うん、敵多くてクリーパー多めだけども、あ、どしどし倒していける。はい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 。あ、これはね絶対変えたがいいわ。うん、今回の最適性の弓は間違いなくこれ、爆発矢だわ。すっごい気持ちいい。よし。あ、でここで勇者もあるのね。うん、手前の勇者が結構いい感じだもんな。ポーションバリアついててね。はい、ではなんかエンチャント別に入れるものもないかな。ないかな。うん、まあ旋風で若干なりとも火力が上がるか、どうだろうね。テンポセットでも入れとけ。いきまーす。まあゴリさんもさ速攻倒してみましょう。ダメージが入るようになってからの近接での密着してからの弓がどれぐらい入るか。あー、うん、いやそんな入んない、いやそんな入んない。もっとガシガシ入るかと思ったけど、あー、いや、その時によるね。マルチショットが発動した時はまあまあそれなりに入るけど、発動しなかったら全然入んない。あ、でもいいんじゃないですか。道中は全然楽しく、うん、爆発させながらいけます。矢は全然足りるね。今回箱も、何回かあるので全然矢は足ります。うん、まあ、途中でねこの爆発矢ぜひ使ってみてください。これ気持ちいいですね。はい、では報酬見て終わりたいと思います。どんな感じだ。おお、冬指先、まあこの2つはいりません。あー、でも3が出てるね。黄金3が出てます。クールダウンショットない、ロールチャージ、アーティファクトチャージなし、爆発もついてるってことで、あ、重力もある。え、これ意外といいかもしんない。どうだ。テンポシフト1いりません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。